逃げずに来たか。それだけは褒めてやろう。もっとも無謀な蛮勇か、定年がなせる技かもしれぬがな。あなたたちまがい者はこの町に不要な存在。人々の日常を奪う権利は誰にもないの。笑わせる。貴様らがのうのうと送る日常にどれだけの価値があるというのか。人は平等ではない。それぞれに格というものがある。それはオタクでも同じだ。ただ与えられたものを消費するだけ。自らは何も想像せず、探求せず、道を極める覚悟も持たない。そんなふぬけたオタクなど搾取対象になって当然。我らまがい者の養分になるのがふさわしい。あのお方が実現する世界はそれぞれの格にふさわしい世界。覚悟のない惰弱な人間はふるい落とされるが必定。頭の悪いお前にも分かりやすく言ってやろう。ぬるいオタクはこの町にはいらぬと言ってるのだ。どうやら議論するに値しない相手のようだな。そういう輩には体に分からせてやるしかあるまいよ。援護するわ。お前だ。やだ。行きます。いやー、頼むぞ。静け。はあ。どこだ。どこだ。なんてことだ。観念しなさい。あなたも負けよ。私は他のオタクとは違う。命を、全てをかけて選ばれたオタクだけを、優良種だけをこの町に残そうと。私は間違っていたのか。私に正義はなかったというのか。だとしたら私のやってきたことはそんなこれでもうあなたはまがい者ではなくなった。傷が癒えるまではあなたの好きなこの町に来ることはできないでしょうね。普通のお宅に戻ったあなたとまた秋葉原で会える日を楽しみにしています。私は この俺が。なんとか勝てたようね。あなたも無事でよかった。そこ隠れているのは分かっている。なるほどな。前夜を倒したか。人間というものは不思議なものだ。他人が先んずると不平等を唱えるが、自らが優位性を持つと必ずその立場に酔う。前夜は己の優位性を拠り所にしすぎた。勝ち続けている限りは才を発揮するが、一つの負けで己を見失い、
脆さを見せてしまうタイプか。敗北を受け入れて成長するという器量の大きさが彼にはなかったのだ。その結果ドーピングなどという付け焼き刃の強さを得ようとするとは、使えると思ったのだが私の見込み違いだったようだな。やはりあなたの仕業だったのね。探したわ随分とね。雫、まさか凛だけではなくお前まで八神の里を出てくるとはな。人間たちに害を及ぼさないのが私たちの協約。それを破る者があれば止めるのが同族の使命。そうが、あなたは自分が何をやっているか分かっているの？もちろん分かっているよ。全て分かった上で行動している。運命を選別しているのだよ。生かすべき命と歩みを止めるべき命をね。何の権利があってそんなことを。議論をする必要はない。もう結論は出ているのだから。君たちに与える選択肢は2つ。この町を去るか、黙って我々のやることを見ているか。好きな方を選ぶといい。これ以上君たちが障害となるようなら、その時は遠慮なく潰す。彼の名はカグツキソウガ。私たち八神と同じ一族なもの。そしておそらく彼がこの事件の張本人よ。予想が当たってしまったわ。悲しい形で。